違う。今までみんなあんな風に触れてくれたことなんてなかった。で、優しかった。とっても優しかった。なんで来たらダメだよ。あの人に殺されて。俺が君のヒーローになる。もう。いいです。呪われた存在なんだよ。ごめんなさい。私はそんなこと望んでない。戻る。エリちゃん。その代わりみんなを元通りにして。この人たちは諦めない。私が助からないと死んでも諦めない。助からなきゃ。もう一度、もう一度、あの優しい手に。いや、止まって。この人が死んじゃう。止まって、止まって、止まって。ずっとね、熱って出た時もね、考えてたの。助けてくれた時のこと。でもお名前が分からなかったの。ルミリオンさんしか分からなくて、知りたかったの。ルミリオンさん、デクさん。ごめんなさい。笑顔ってどうやればいいのか。リンゴ飴、さらにルミリオンさんたちのこともっと知りたいなって考えてたの。テレアさんなんだよね。降ってきた人かと思った。降ってきた人。ああ、よくわからないけど、たくさんいろんな人が頑張ってるから、どんな風になるのかなって。デクさんは何するの？僕たちはダンスと音楽踊るんだよ。エリちゃんに楽しんでもらえるよう頑張るから、必ず見に来てね。デクさん、もう行っちゃうの？デクさん、ルミリオンさん、私ワクワクさんだよ。ミドリア君、ワクワクさんだね、エリちゃん。デクさん、踊らないの？出番短い。行っちゃった。でも見てて、きっとまた出てくるよ。笑ったよ。あのね、最初は大きな音で怖くて、でもダンスでピョンピョンなってね、ピカッと光ってデクさんいなくなったけど、ブワって冷たくなってね、プカーってぐるぐるって光って、女の人の声がわーってなって、私わーって言っちゃった。幽霊で預かることになった。近いうちにまた会えるところか。よろしくお願いします。